初防衛戦、第27代武藤敬司防衛戦、スティーブ・ウィリアムズをチャレンジャーに迎えました。さあ、この武道館のお客さんはゴングが鳴りました。一体武藤に防衛を望むのか、それともスティーブ・ウィリアムズに新たなるチャンピオンとしてこの3本のベルトを全日本プロレスに取り戻すことを望んでいるんでしょうか。会場からは無糖コールすら聞こえます。それにちょっと戸惑い気味のスティーブ・ウィリアムズ、まずは仕掛けたウィリアムズ、しかし無糖これを軽くいなしていく。さあ、静かな幕開けになりました。お互いなかなか組み合いません。6月8日、あの天竜源一郎より三冠のベルトを奪っていった武藤。今日が初めての防衛戦、そして武藤敬司にとってこの全日本の武道館の大会を3回連続してメインイベントで飾ると、そういう結果になりました。重要な試合、全日本プロレスにとってはベルトの奪還がかかっています。武藤敬司、武藤にとってもようやく望んで手に入れた3冠のベルト、新しい時代を切り開いていったそのベルト、このベルトをここで失うわけにはいきません。その大事な試合、両者が慎重に慎重に探り合いながら、まずはスティーブ・ウィリアムズが、おっと武藤が張った、そしてコバットからウィリアムズの膝にドロップキックを見せます。そしてシャイニングザードをウィリアムズ返しました。ドロップキック武藤、なんと試合開始早々放っていた武藤のシャイニングウィザード、そしてデスローリングエルボーをウィリアムズ捉えます。武藤が仕掛けていく大技、ウィリアムズことごとくこの技を跳ね返していきます。距離を通して、さあパンチだ、グーパンチを見せていく、下から横からフックを見舞いました。ウィリアムズ、パンチ、そしてドラゴンスクリュー、さあ武藤が反撃に出ます。ウィリアムズが先ほど気にしていた右膝、武藤敬司がドラゴンスクリュー、焦点を狙いを膝に定めていきました。さあ武藤、ここでドロップキック、思わず右手を突き上げました武藤敬司。このウィリアムズの防衛戦、防衛を果たしたならば、この全日本のマットで長州もしくは藤波と三冠の防衛戦を行いたい、そんな野望も語っていった武藤。バットを結成し、そしてプロレス界の壁を文字通りなくしていったこの男武藤敬司。ここでシャイニングザード、今度は的確にウィリアムズの顎を捉えました。しかし武藤の膝がこれが痛んでいる。今のシャイニングウィザード、元から武藤の古傷を背負っている左膝、右膝、あえてこの膝をぶつけていくという技なんですが、ウィリアムズをシャイニングウィザードで捉えたと同時に、武藤敬司も膝に大きなダメージを負ってしまったのか、思わず場外、そして座り込んでしまった武藤敬司。チャンピオン武藤、デンジャラスバックドロップが炸裂。さあ武藤がうつ伏せになって突っ伏している、マットの上、なんとか耐える、なんとか耐えて、ああ場外に逃れました。捉え損なったという感じのスティーブ・ウィリアムズ、殺人医師のデンジャラスバックドロップがものの見事に武藤敬司の後頭部、思いっきりマットに突き立っていきました。さあ、そしてまたこのウィリアムズの得意な TOP ポーズ、そしてジタンダを踏んでこのマットを揺らします。
ここまでこの三冠選手権試合、ペースは完全にウィリアムスなのか。武藤初めての防衛戦で王座陥落ということになってしまうのか。場外でのバックドロップ、武藤圭司ポールを蹴ってこのダメージを逃れようとしましたが、さあこれは一体どういう展開になっているんでしょうか。マットのない危険な場外でウィリアムスがバックドロップ、文字通りデンジャラスなバックドロップを仕掛けていきました。武藤圭司これを食らったら立ち上がれないと、そういった読みを働かせて、さあ切り返しの技に出ていったんですが、まだ両者場外。そしてウィリアムスがもろ手を叩き込んでいきます。これ中指を突き立てるスティーブ・ウィリアムス、武藤が返す、武藤、いやウィリアムスは武藤を発見、そしてデンジャラスボム、カバーに入ります、カウント入る、武藤を返しました。ウィリアムスはチャレンジャー、三冠獲得から G1 参戦、新日本プロレスの G1 参戦という野望も頭の中に描いている。さあそれぞれがこのトリプルクラウン三冠をその大きさをかみしめて、そして自らの野望、どうしてもこの三冠のベルトが、三本のベルトが必要なんだ、そういった気持ちでこのマットに上がっています。カウンターキック、そして竜巻蹴り、武藤圭司すでにシャイニングウィザード放っています。そして膝を打てました。武藤にとってはこの後やりにくい展開かもしれない。さあ後ろを向いてムーンサルトが決まった。天竜からこの三冠を奪ったムーンサルト、ウィリアムズ大の字、武藤が上に乗っかって体に入りました。ラストタイム、おーっとウィリアムズ返します。武藤の美しいムーンサルトプレス、トップロープからこの巨体が翻って、そしていやもう一回か、もう一回か、武藤後ろを向ける、しかし膝が痛くて止めません。膝のダメージ、それを後ろから捉えた、武藤背後から捉えました。スティーブ・リアム、さあどういう体勢に持っていこうというのか、アルゼンチンか、いや後ろから手を回してバックドロップ、流れ式のバックドロップ、武藤圭司持っていった、これは中デンジャラス、武藤圭司膝から、そしてウィリアムスに背後を向けて足を引きずり去っていく、それはウィリアムスが襲います。ラリアットブルーコーナー、そしてフロントスープレックス、転がり武藤の舞台 188.1、 しかしこの辺りが王者の意地か、武藤圭司ウィリアムスのカバーを返しました。さあ三冠の行方はどちらの手に。ジャーマンです、起き上がりのジャーマン、起き上がりのジャーマン、さあまだまだウィリアムスが向こうを離さない、そしてホールドにそのまま持っていく、武藤は肩を上げました。スティーブ・ウィリアムス、ここで起き上がりのジャーマンスープレックスホールドを見せました。いやこの辺りがこのウィリアムス、武藤に対するこの戦い、何度も何度もこの防衛戦の日を夢見てシミュレーションを繰り返してきたのかもしれない。そして繰り出したジャーマン、そしてやはりここではバックドロップ、武藤体を返す、デンジャラスバックドロップ、武藤が体を折り返ました。あそこでシャイニングウィザード、しかし膝の痛い武藤、やや中途半端な持っていき方になりました。武藤は大の字、そしてウィリアムス膝をついています。これまで数々の難敵を放り去ってきたこのシャイニングウィザード、まさにこの輝ける魔術師のような一瞬の出来事、そのシャイニングウィザードに比べるとやや武藤キレが甘かったが、ここも逆にウィリアムスが武藤
OK、 後ろに放り投げる格好になりました。これほどまでにシャイニングウィザードが返されるところを武藤敬司体験したことがありません。やはりシャイニングウィザードの返し技、この辺りの研究もウィリアムスかなりのものか。ジャーマンは宙返りで返す、そしてドロップキック。武藤敬司膝を引きずりながら、それでも痛みに顔を歪めながら、さあウィリアムスを料理にかかる。ここでシャイニングウィザードの頭の頂点に持っていった武藤敬司。狙うは頂点、スティーブ・ウィリアムスが、しかし耐え抜きました。何度もシャイニングウィザードを放ったでしょうか。さらにもう一発、今度は側頭部から後頭部のあたり。さあスティーブ・ウィリアムスがよろけています。まさに三半規管が揺れて、まともに立つことができないと、そういった状況かもしれません。武藤敬司、このチャンスを捉え切ることができるのか、初の防衛を果たすことができるのか。下を向いているウィリアムス、後頭部からシャイニングウィザード武藤敬司。さあそしてここぞとばかりにカバーに入りましたが、ウィリアムス返しました。まだまだです、ウィリアムス。もう一回、もう一回、頭から打ち抜くようにしてシャイニングウィザードカバーに入る。カウント入る、カウント3つ。ここでようやく武藤敬司、苦しんで苦しんで苦しみ抜いた初防衛戦、全日本プロレスのスティーブ・ウィリアムズの挑戦を退けました。第27代武藤敬司、しっかりとこの初防衛戦3本のベルトを守り抜きました。